こんばんは。第3回グランドマスターズでボイコットが起きた件についてはご存知でしょうか。こんな感じで今回もね、準決勝以外まともな試合が行われなかった感じですね。試合内容を取り上げた動画に関してはこれから投稿する予定なのでお待ちください。でその動画を撮ってね、編集して寝て起きたらツイッターに一件 DM が来てまして、どんな内容かっていうと、まあ冒頭でも言った通り、第3回グランドマスターズでなんでボイコットが起きたのかっていう裏話ですね。まあ、匿名希望とのことなので、まあ、名前は伏せるんですけど、まあ、今回のね、グランドマスターズ参加者の一人となってます。まあ、あくまでね、今回紹介するのはその方による意見なので、まあ、他のボイコットした方も同じ意見かはわからないといったところは、まあ、注意だと思います。まあ、その方によると、ボイコットした理由としてはね、3つありまして、まず1つ目は、今回の参加者の中にタワーでね、自演や代行をしているプレイヤーがいるということです。まあ、自演っていうのはサバーカとか知り合いでマッチングさせてレートを上げる行為のことで、代行っていうのは第三者にデータを渡して、まあ、代わりにプレイしてもらうって形のものです。まあ、どちらもね、違反行為なんで決してやらないようにしましょう。そして二つ目は、その自演をしていた身内や、代行依頼したその本人も、その行為を認めていることです。で、最後に三つ目は、シーズン2になって、レートが一定の値から落ちなくなったので、自演や代行がさらにはびこっていて、まあ、それをね、運営にメールしても取り合ってもらえなかったっていうことです。まあ、大体はこんな感じですね。まあ、要は、グランドマスターズにふさわしくないプレイヤーがいたので、まあ、それが嫌だったってことですね。まあ、確かに、自演とか代行に関しては、ちゃんと実力で頑張ってる人に対しての侮辱に当たりますからね。まあ、一番悪いのは、制度を悪用して、自演や代行をしている人なんですけど、自演や代行を可能としている運営にも非はあると思います。ただ、じゃあなんでね、嫌なのにグランドマスターズに参加したのかってなるわけじゃないですか。なんですけど、タワー終了後にね、エントリー取り消しを要望したんですけど、無理だったらしいんですよ。まあ、もちろん、直前でドタキャンされたら困るっていう、まあ運営の考えも理解できるんですけど、まあ、第1回の時もそうでしたけど、グランドマスターズでボイコットが起きるのって、参加者にふさわしくないプレイヤーがいるからなんですよ。他に予定があって事態だったら、そもそも申し込むなってなるんですけど、今回に関しては参加取り消しできなくなってから、ふさわしくないプレイヤーがいることが判明するといった形なのが問題なのかなと思います。まあ、そもそもふさわしくないプレイヤーがいるのに開催するなと、まあ、言いたいところではあるんですけど、運営がそれを見抜くのはさすがに大変だと思うので、せめてね、参加プレイヤーが判明してからも辞退できるようにすれば、今回のようなボイコットは起きないのかなと思います。まあ、あとはそもそもね、陣営代行できない環境を作っていくことも大事ですね。あ、もちろん、恋ラグとか煽りに関してもしっかり取り締まるべきだと思いますよ。あ、それが原因でね、白手にを引退する人もいるので、ぜひとも運営さんには頑張っていただきたいなと思います。グランドマスターズでね、ボイコットを起こしたプレイヤーも、ちゃんとしたメンバーでの開催であればボイコットなんか起こさないと思うので、メンバー選びはもう少し慎重になるべきかなと思います。まあ、今回のグランドマスターズの件をね、取り上げたコミュニティのコメント欄で、まあ、参加者に対する批判が多かったんで、まあ、この動画を見てね、考えを改めてもらえたなら幸いです。まあ、それではね、これにて締めようかなと思います。それではここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。